しもし。姉さん。ジョディ、ジョディ、今どこだ。奴らが、そこら中にいる。なんだって、ジョディ、何があった。疲れたな。すごく疲れた。これ以上無理。今どこにいるんだ。すぐに迎えに行くよ、ジョディ。ジョディ。今のなんだ。ダメだ。ほら、飲み物。よ。もう目を覚まさないから。ここは俺の家さ。贅沢じゃないが静かだよ。あんたは道に倒れてた。ひどいありさまで。あなたが手当てを。そりゃ誰かがやらないと。野良犬みたいに野垂れ死にさせるわけにはいかない。俺はスタン。あんたはジョディ。この世に戻ってきた気分は。たまには連れがいるってのも悪くない。コーヒーは濃いしうまくはないが寒さには効く。暑いぞ。路上生活はどれくらい。数週間ってところかな。俺はもう3年だ。何度も死にかけたよ。それこそ行かれる手前さ。だが慣れるもんだ、こんな生活でも。逃げてるのか。ん、おや、それともイカれた彼氏か。そんなんじゃ。じゃあおまわりか。まあ俺には関係ないけどな。殺しじゃなきゃ俺は気にしない。行くあては家族とか友達とかいないのかい。いない。
まあいないことないけど、でもこんな状態じゃ会えない。ここにいたけりゃいいな。大したものはないが、好きに使っていい。ありがとう。おやおや、生き返ったみたいだな。ハレルヤ、お神よ。魔法の王国へようこそ、お嬢さん。どうも。はい。ありがとう。まあ。なぜ助けたの？凍え死にさせるってのか。できることをしたまでだ。それだけだよ。みんな知り合い？あれはウォルター。あいつは酒飲みだが気のいいやつだよ。あれはジミー。薬にありつけてないときは近づく。あの子はチューズで妊娠してる。大変だ。助けなくてよかったのに。そう言うなよ。だってみんな通る道だろう。誰でも時にはじっと耐えなきゃなんねえ時がある。俺たちは居場所を見つけたが、時間がかかることだってある。エイテ、私のこともうほっといてよ。なあ、おい、気をつけて使え、危ないぞ。何週間も逃げてる。何のために。
私には家もないし、お金もない、食べ物も。私の人生はめちゃくちゃ。もう疲れたの。もうギブアップ。聞いてる？もうギブアップ。もう食べるものがない。どうにかしないとな。お前もちょっと稼いでみるか。高いもの買うには5ドル必要だ。よし、ここだ。寒いから不便に思ってくれりゃいいんだな。ああ、凍えそう。ああ。お腹すいた。金が手に入るまでは我慢しよう。考えるな。5ドルってどのくらいで集まるの？通行人の気分次第だな。まあ数時間か1週間か。ねえスタン、2人で同じ場所にいてもあまり意味がないと思う。ああ、あっちに行ってみるね。頑張れよ。もいいけど、でもハンバーガーもありかも。どっちでもいいよ。もうどうしよう。嫌なら辞表出せって言ってやったよ。マジ？へこんでた。ざまみろだ。かわいそうに。ほら。よう、姉ちゃん。小銭稼ぎたくねえか。助けてやるぜ。
簡単だろうが、その可愛らしい唇だけで。金はダメ、ヘイゲン。泥棒じゃないんだよ。生きるためだもん。これで十分。スターの様子見に行こう。調子は？ダメだ。そっちは。おい、それ。ジョディ、その金どこで手に入れた？大丈夫。ジョディ、もし盗んだんなら、すぐ。誰も気づかないでしょ。これでご飯が食べられる。スタン、人を殺したわけじゃないんだから。食べ物を買ってくる。ここにいろ。痛い目に会いたいの、うん、おい、見ろよ。ジジイの彼女のお出ましだぜ。映してろよ。これから汚ねえメッキングのしつけ方を見せてやっからよ。覚えてろよ。辛かるぞ。平気？お前どうやって？私、軍隊にいたことあるの。ああ、でも相手は4人で、こっちは1人だ。バカが漏れてるだけ。戦い方も知らない。奴らが戻ってくる前に行こう。よし。